つもお仕事を頑張っているサラリーマンにとってもおすすめの手法です。もちろん手順がすごく簡単なので初心者の方にもおすすめです。どうもこんにちは、証券会社出身トレーダーの和樹です。今回はガチで稼ぎすぎ注意、とんでもない FX スキャルピング手法を公開というテーマでやっていきます。きつい仕事が終わってやっと帰宅、そこから時間をかけて複雑なチャート分析、よしトレードしようとなった時にはもうヘトヘト。1日2日なら平気でしょうが、ずっと続くと考えたらしんどいですよね。ですがこの手法ではそんなことはありえません。環境認識が一切いらないというわけではありませんが、たった2本のラインを引くだけという簡単な作業で OK。 あとはルールに従ってエントリーをするだけ。その後は OCO 注文を出して放置可能なので、明日の仕事に備えてもう寝てしまってもいいんです。というわけで、いつもお仕事を頑張っているサラリーマンにとってもおすすめの手法です。もちろん手順がすごく簡単なので初心者の方にもおすすめです。環境認識はたったの2本のラインを引くだけ、トレードが原因の寝不足も解消されることでしょう。では早速手法の説明をしていきます。トレードスタイルはスキャルピングで、短期に対しては順張りですが、中長期に対しては順張りと逆張り両方あります。勝率を安定させたい場合は中長期に対しても順張り方向だけに限定するのがいいですが、その分トレードチャンスは減ります。トレードに使用するメインの時間足は5分足ですが、トレードを始める前に1時間足で簡単な環境認識をします。環境認識とは言っても2本の水平線を引くだけの超簡単な作業だけですので、ご安心ください。長期順張りと逆張りの両方入る場合は勝率は 60% から 70% 程度になります。リスクリワード比率は1対1程度です。トレードチャンスは1日に1回か2回程度ですので、たくさんトレードしたい場合は複数通貨ペアを監視しておくと良いと思います。複数監視する場合はドルストレートに偏ったり、クロス円に偏った通貨ペアにするのではなく、ばらけさせておいた方がいいです。例えばドル円、ユーロドル、ユーロポンド、ポンド5ドルといった感じです。エントリールールですが、まず1時間足を使ってトレードの準備をします。今ご覧いただいているチャートのように1時間足が細かいレンジになっている銘柄を探します。細かいレンジになっている銘柄を見つけたら、レンジの高値と安値に水平線を引きましょう。これで準備完了です。準備ができたら5分足に切り替えます。というわけで5分足です。1時間足で引いた上下のラインを抜けた方に順張りでエントリーします。上抜けした場合は買いエントリー、下抜けした場合は売りでエントリーしましょう。エントリーする際は5分足が確定するのを待ってからにしましょう。ローソク足が確定する前に入ってしまうと、上髭、下髭をつけて反対側に抜けていく可能性がありますので、これは必ず守ってください。というわけでこうなったら買いエントリーですね。損切りはエントリー根拠にした水平線と反対側の水平線で行います。このケースではレンジの高値側の水平線を越えて買いエントリーしたので、レンジの安値側の水平線を損切りラインとして使用します。エントリー後は逆差し値を設定しておくのがおすすめです。次は利確位置についてのルールです。利確は1時間足で確認したレンジ幅と同じ幅を狙います。今回のケースでは 149.718 円と 149.926 円に水平線を引いていますので、このレンジ幅は 20.8 ピプスになります。なのでレンジ高値の 149.926 円から 20.8 ピプス上に利確目標を設定します。こんな感じですね。149.926 円から 20.8 ピプス上に引いたライン、150.134 円を利確目標とします。利確は差し値を設定しておくのがおすすめです。損切りは逆差し値、利確は差し値注文で済むので、エントリーさえしてしまえばチャートをずっと見ておく必要がありません。というわけでここで利確となります。もう少し他のケースも見てみましょう。銘柄も変えて次はユーロドルにしてみました。まず最初にすることは1時間足を確認して、小さいレンジに高値安値の水平線を引くことでしたね。こんな感じです。高値安値に水平線を引けたら5分足に切り替えます。5分足に切り替えたら水平線を抜けてローソク足が確定するのを待って順張りエントリーします。というわけでここでエントリーです。一気に抜けたのでリスクリワードは少し悪くなってしまうのがちょっと気になりますが、ルール通りここで売りエントリーします。損切りラインに関しては5分足レベルの直近高値でもいいかなとも思うのですが、ここは手法ルール通りに設定しておきます。利確ラインはレンジ幅と同じ幅で取るのでここになります。というわけでここで利確となります。
ご覧の通り超簡単な手法なのですが、この手法には注意点が一つだけあります。レンジを一気に突き抜けてロウソク足が確定した時にはすでに利確ラインがかなり近くなるというケースがたまにあります。こういうケースはほとんどの場合利確ラインまですぐに到達するのですが、 100% とはいきません。リスクリワードがかなり悪くなってしまいますので、あまりにも利確ラインに近いという場合はエントリー条件を満たした場合でもスルーするのがおすすめです。ここからはこの手法の応用的な使い方を解説します。これをやることでエントリーチャンスが増えるので余裕のある方は試してみてください。ここまでで解説した手法ルール通りに利確した後、レンジを作らずに反転してきた時に使える技です。最初に1時間足で確認したレンジを反対側に抜けた場合、もう一度順張りしてみましょう。このケースでは買いエントリーになります。利確目安の決め方は同じです。1時間して確認したレンジの幅と同じ幅で利確しましょう。というわけでここで利確となります。このパターンが出やすい条件というのがあります。今の部分を1時間足で見ると四角で囲んだところになるのですが、大きな流れに対して逆行する方向に抜けた後はこの上下両方取れるパターンになりやすいです。なりやすいとはいえ必ずなるわけではないので、見切り発車でエントリーせずにレンジを抜けて5分足が確定するまで待って、ルール通りにトレードをしましょう。いかがだったでしょうか。エントリーするまではチャートを監視する必要がありますが、エントリーさえしてしまえば放置が可能になるスキャルピング手法でした。スキャルピングといえば慌ただしいイメージがあるかもしれませんが、この手法であればそんなことありませんよね。環境認識も超簡単なので、お仕事で疲れて帰宅した後根詰めてトレードするのがしんどいという方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。人工知能を活用した FX 初心者でも毎月20万円以上のフロー収入を得る手法、期間限定で公開中です。興味のある方は概要欄の下にあるリンクからメルマガ登録して無料講義動画を受け取ってください。証券会社で培ったノウハウを詰め込んだ人工知能搭載のシステムとなっており、 FX 初心者だった生徒300名以上も利益を上げています。さらにこれら特典もプレゼントします。ここには書いてありませんが、週に1回 LINE 登録者限定のライブ配信も実施しており、皆さんで盛り上がっています。 FX で稼ぎたいという方や AI 搭載システムに興味を持っている方、カズキってどんな人なのなどなど何でも構いませんので、リアルタイムで僕に質問をぶつけてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント欄のアウトプットも忘れなく。今日もお疲れ様でした。